ワイルドスピード X2、ワイルドスピード X2、現代は2003年に公開されたアメリカ映画、ワイルドスピードシリーズ第2作でストリートレース及びスポーツコンパクトを題材にしたカーアクシン映画、2007年2月15日に HDDVD 版、2009年9月18日にブルーレイディスク版を発売、ブルーレイ版は本編のにメイキングや 未公開シーン、NG シーンなどの特典映像を収録。容疑者逃亡法助の罪で警察官の立場を追われることとなったブライアン・オコナーは各地を点々としながらやがてたどり着いたマイアミでストリートレースに興じその高い実力からカリスマレーサーとして名を挙げていた。ある日、友人でマイアミのレースを取り仕切るテズ・パーカーから参加を 持ちかけられたレースで、いつも道理勝利をさらったブイアンは、レース会場にいた女性、モーニカ・フェンテスに声をかける。しかし、その直後会場に、多数の警察車両が駆けつけ、ブライアンは身柄を拘束されてしまう。モニカは、ブライアンの確保のために潜入していた、FBI 捜査官であった。拘束された、ブライアンの前に、顔なじみの捜査官、ビルキンスが現れる。 ビルキンスはブライアンに対し、マイアミを牛耳る、カーター・ベローンという貿易商兼麻薬密売人が、運び屋として優なドライバーを探していることを明かし、犯罪歴の帳消しと引き換えに、カーター・ベローンという貿易商がボスを務める、国際的麻薬密売組織への潜入捜査の話を持ちかけられる。ブライアンは車についての知識が希薄な捜査官を相棒にすることを嫌い、 自ら相棒を選定することを条件に潜入捜査に協力する。ブライアンは出所後自宅禁止となっている旧友のローマン・ピアースの元を訪れる。ブライアンの顔を見るなり罵声を浴びせるローマンだったが、ブライアンとビルキンスはブライアンと同じく前科の抹消を約束しマイアミ行きを説得する。ブライアンとローマンはモニカと共にベローンの邸宅を訪れ、 そこで集められた他のドライバーたちと共に押収されたベローンの車から大切なものを持ち帰るよう命じられる。持ち帰ったものをドライバーとして雇うという試験を課せられた二人だったが、無事レースを勝ち抜き潜入に成功するのであった。しかし、レースに参加した二人を逃げたと思い込んだ捜査官のマーカムが現れたことから、 FBI から支給されていたランサーエボリューションとエクリプスには GPS が搭載されており FBI に監視されていることが判明する。ベローンに招かれたパーティーにてベローンが地元警察を拷問の末に買収する場面を見せつけられる。計画は2日後と指定された2人だったが翌朝ブライアンの元にモニカが現れる。モニカは計画の全容とベローンが計画の末に2人を 消そうとしていることをブライアンに打ち明けるのだった。こうして判明した、ベローンの計画をビルキンスラに打ち明ける二人に対し、マーカムは二人をおとりとして、ベローン逮捕を狙う強行策を講じる。これを受けたブライアンは、手ずに連絡を入れる。そしてその夜、ブライアンとローマンは互いに疎遠になった、当時の心境を明かし改めて友情を確かめ合うので、あった。計画当日、予定通り、 ベローンの部下を乗せて、トレーラーハウスに隠されていた金を積み込み、受け渡し場所である、飛行場へ向かおうとする二人であったが、買収されていたはずの地元警察がベローンに反旗を、昼返し出動に向かったことで、市街地や高速道路でのカーチェイスに発展する。やがて、二人はあらかじめ、手ずに準備を頼んでいた大型のガレージに飛び込む。追手のパトカーが周囲を取り囲む中、ガレージから、 無数の車が飛び出し警察の目をかくらん、その間に GPS のついていない車に乗り換えたブライアンらは、まんまと監視の網から抜け出す。ところが、その直後、ブライアンは同乗する部下から別の目的地を告げられる。ベローンはマーカムが独断で飛行場を突撃したことから、モニカ、ブライアン、ローマンらが FBI の差し金で潜入していることを看破し、 計画を変更していたのであった。計画変更を知る前に部下を社外に放り出してしまっていたローマンと離れ、ブライアンは新たな目的地でベローン、モニカと再会を果たす。危うく始末されかかるブライアンだったが、駆けつけたローマンの助けで部下を帰り討ちにし、モニカの救出を図る。フェリーでの逃亡を図るベローンに対し、ブライアンは猛スピードでシボレイカマロを借り、 土手からの大ジャンプでフェリーに突入する。ショットガンを向けるベローンにブライアンは拳銃で応戦し、モニカの助立ちもあって無事にベローンを取り押さえた。駆けつけたマーカムに運んでいた現金のバッグを6つ、すべて引き渡すローマン。しばらくマイアミに住むという彼に対しブライアンは修理屋を始めることを提案する。とぼけるローマンだったが、 そのベルトにはいくつもの札束が挟まれていた。その他の声の出演、竹村明、石井隆青葉剛、竹村吉子、遠藤淳一、杉本優、田村聖子、水落幸子、伊藤綾子、加藤悦子、久ず千葉、ば船木正人、上田明氏、大畑慎太郎、の、恵里、遠山由か、水野光つその他の声の出演、内田俊明、稲葉実る、 増岡太郎、千冬、田中恵美子、河野智幸、竹虎、三浦純成、竹田花、三子柴明子、古海緑、芝山平和。ゴールデンタイムのミキサその他、非常に多くの車両が登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。